チーターはです。どうも、のたんです。皆さん、エイペックスやってますか？僕はここ数日できてなかったんですけど、これからめちゃくちゃやります。今回は少し前のようなエイペックスに関するニュースはもちろんなんですけども、 e スポーツ全体に関わるあの話もする予定です。僕も一応 e スポーツチームに所属して、ストリーマーという形ではありますけど、それでお金をもらっているということなので、まあ一応そういう立場としてお話もできればなって思ってます。ということで、今回話をする内容はこの3つになります。1つはシーズン22のバトルパスの変更がもしかしたらなくなるのかもしれないっていう話、そしてもう1つが久々にまた起きている初期化バグの話、最後にここ最近 FPS ゲームの界隈でちょっと話題になってしまっているとあるチート問題、この3つになってます。多分この動画をクリックした人たちの多くはチート問題についての話が気になっていると思いますので、そこだけ気になるんだよって方は概要欄のタイムコードから飛んでみてください。それではまずは1つ目、シーズン22のバトルパスの変更がもしかしたらなくなるかもって話です。前回の動画でシーズン22のバトルパスの変更についていろいろと話をさせていただきまして、今までとの変更点であったりとか、新しく適用されるものがどんなシステムなのかってことを解説させていただきました。そしておそらくそれを契機として Steam の評価がとんでもないことになってしまっていることにも触れてます。そういった反響を受けてなのかどうかっていうのはわからないんですけども、よく X や YouTube で Apex のリーク情報を流しているハイパーミストっていう方がいるんですけど、この方は Apex の開発関係の方にインタビューをした記事を引用してたりとか、結構信憑性の高いリーク情報を流す方なんですよ。その上でもちろんリーク情報っていうものの情報の性質自体があまり褒められたものではないので、僕個人としてはめちゃくちゃ広がってて、もう大体みんな知ってるよねってものなら取り上げるんですけど、それ以外は噂程度のものなら OK だけど、明らかにこれデータ掘ってるよねってものは使わないようにしてます。で、そのハイパーミストさんが噂として流しているのが、シーズン22のバトルパスの変更はおそらく変更されるか元に戻される、でも詳細はよくわかんないというポストをしてました。あくまでも噂であって、ただのポストなのでそこまで大きく言及するものはないんですけど、今までの Apex で新しくこういうものをやりたいって言ってたのにもかかわらず、それを公開前にやっぱりやめようかなっていう噂が流れるのってあんまりないんですよ。前回の動画でも言ってたことになりますが、 Steam の評価がベラボーに下がってる、しかもそれはバトルパスの情報が出てからだっていうのは運営さんも気づいているはずなので、もしこのバトルパスの変更が本当に取りやめになるのであれば、プレイヤーの気持ちや意向を察した上で運営さんがほぼ初めて動いたみたいな感じになると思います。といってもお金をかけるかかけないかっていう選択はプレイヤーに完全に委ねられているので、別に運営さんがどういう選択をしようとそこまで我々にとって変化はないんですけど、すごく日本人的な感覚値の話をすると、あ、我々の気持ちを分かってくれたんだね、運営さん嬉しいよっていう、ただただそういう感じです。個人的にはプレミアムプラスのバトルパスにあった1年限定のプレミアムスキンみたいなやつを1回でいいから実装はしてほしいなっていうふうには思ってます。なぜなら見た目が気になるから、ただそれだけ。ということで次の話題に移ります。こちらも久々にまたって感じなんですけど、7月22日現在、アカウントレベルとかバトルパスの進捗状況が初期化されてしまうバグがまた発生しています。正直 Apex さんはちょこちょここういうバグがあるので、もはやお家芸だなって感じです。前回は4月頃にこの大規模なバグがありました。この時は確かクロスプログレッションの全体適用が悪さをしていたっぽくて、データが少し前のものに戻ってしまうっていう場合と、完全に初期化されてしまうっていう場合と2種類ありました。僕も2024年4月3日にこの類の動画を出させていただいて、そこまでに課金していた全てのアイテムが消えたりとかして一瞬絶望感がありました。その時でぶっ飛んでしまった総額が20万ぐらいだったんで、さすがに一気になくなるのは勘弁してほしいなって思ってた記憶があります。ただ Apex さん、この手のバグは過去に何度もやっているので、おそらく修正方法も割とスキーム化されているんじゃないかなって思います。なのでこのバグが起きてしまった人もいずれは治るんじゃないかなって思うんですけど、一つ注意点があって、このバグが起きている最中にスパレジシャードとかを当ててもデータが戻った時になくなることがあるので、普通にただの注意喚起なんですけど、そのバグが起きている時にガチャを引くのは基本やめた方がいいです。前回この手のバグが起きた時はスパレジシャードを手に入れてスパレジに交換までしてたけど、データが復旧した時になくなりましたって嘆いている人がたくさんいました。なので余計な運を使うのはやめておきましょう。現状このバグの回避方法とか、なってしまった時の対処方法っていうのはちょっと調べてみたんですけど出てきませんでした。もしこのバグに遭遇してしまった方は何回かログインしてみたりとか、運営さんからの対応を待ちましょう。ということで次の話題に行きます。はい、めちゃくちゃお待たせしました。今回の動画はこれがメインの話題といってもマジで過言ではないし、どちらかというとこの話しかしなくてもよかったんじゃないかなまで思ってます。 FPS だけじゃなくてオンラインの PVP とかだとほとんどのゲームに存在しているチート問題についてです。直近で FPS 界隈に激震をもたらしたニュースがありましたよね。
それがバロラントのとあるプロプレイヤーに対しての番騒動です。もうめちゃくちゃ強くてめちゃめちゃ有名で、今回の一件でいろんな方向に名前が知れ渡ったなっていう方です。これを見ている方は当然ながら名前とか騒動のことも知っているとは思うんですけど、一応名前は伏せておきます。そしてその名前を伏せた上ではありますが、一旦何があったのかってことを振り返ります。あと一応この問題がなんかしょうもない炎上とかだったらどうでもいいなって思いますし、本人としても触れてほしくないだろうなって思うんで基本的にはスルーするんですけど、この話ってマジで e スポーツのスタンスや e スポーツプレイヤーのスタンスに関わる話だと思うんでちゃんと取り上げます。で、何があったのかっていう話なんですけど、そのプロプレイヤーの方はほぼ毎日配信を行っていたらしいんですけど、今年5月の末ぐらいから配信が途絶えて、その後6月の中旬頃にチーム関係者を通してどうやらバンされているらしいという情報が開示されました。その後ライオットに対してチート仕様の有無を調査してもらい、ライオットから出た調査結果としてはおそらく 99% 黒で永久バンとなりますという返答が返ってきたとのことです。これを受けて X のいろんなゲームプレイヤーだったり FPS プレイヤー、ストリーマーの皆さんがやっぱりチーターなんじゃねえか、ふざけんじゃねえぞということでかなり攻撃をしてたっぽいんですけど、その後再調査をしてもらったりする中でどうやら不正なハッキングの痕跡があって、その不正なハッキングをしたプレイヤーがチートを使ってゲームをしていた形跡があるという情報が出て、一点無罪となり永久バンも解除された、こんな感じです。ただこれだけの話だったらめちゃくちゃ上手いプレイヤーが誤バンされてアカウントが返ってきたよ、あ、よかったねっていう話で終わるんです。じゃあどうして今回このプロプレイヤーがめちゃくちゃ攻撃を浴びることになってしまったのか、その答えは過去の行いにあって、このプロプレイヤーの方はバロラントでは今回この結果になったんですけど、過去にレインボーシックスシージでチートを使用していたことを認めていたり、 APEX においてもチートの疑惑がかけられたままうやむやになっていたりしていました。そんな昔があったからこそ、もともとチーターだったやつの言うことを信用するなとか、元チーターも現チーターも変わらないだろうとか、もはや事実がどうのこうのっていうところを離れて誹謗中傷とかも起きてたっていう感じです。で、この話をする上ですごく大切なところが2つあって、そもそもチートを使用していた過去があるんだったら e スポーツというものに戻ってくること自体が NG なんじゃないかっていう話、そしてもう1つがチート使ったらあかんでっていう話。1つ目のチート使用者は競技シーンに戻ってきちゃダメだろって話なんですけど、ここに関しては僕もめちゃくちゃそう思います。基本的に e スポーツってゲームというシステム制御されたものの中でルールを守って対戦をするから競技性が生まれるのであって、それって現実世界で考えると要は法律みたいなものなわけですよ。その上でゲームというものの性質上、やはり楽しみだったりとか遊びという側面もあるんで、ルールの捉え方っていうのはかなり拡大解釈される傾向があります。例えば超トキシックなプレイヤーがいたとしても、いや彼は本気でやっているからそこまで熱くなれるんだとか、ちょこちょこ話題に出てくるような死体打ちとか、そういうものはいわゆるマナーの領域に含まれる話なんです。もちろん厳密に言うと不適切な発言をしないようにしましょうとか、恐喝的なことをしないとか、攻撃的な行動をしないとかっていうのも利用規約には入ってます。当然健全なプレイヤーという話をするのであれば超トキシックなのもダメだし、死体打ちも本当はダメです。ただそこはゲームにはいろんな楽しみ方があるから、一方通行的な楽しみ方にはなるかもしれないけど、お互いの受け入れによってはそれも楽しみになるかもしれないねみたいな、許し合う心みたいなものがあるから許容されている世界なわけですよ。でもチート行為ってそもそものシステムをぶっ壊す行為なんで、ゲームをプレイする上での他者へのリスペクトも何もないし、そもそもゲームを作っている開発に対しても1個投げてるみたいな行為なんですよ。しかもゲームにおけるチート行為って衝動的にできない行為なんですよ。チートソフトを購入したりダウンロードしたりしてゲームに適用して設定して使用する、その上で初めてチーターになるわけですから、めちゃくちゃ引き返せるタイミングなる選択肢なんです。ダウンロードすることもやめられる、お金を払うのもやめられる、設定しなければやめられる、設定しても使わなければ帰ってこれる、めちゃくちゃいろんな選択肢の最後の最後にチーターになるって選択肢があるんです。だから僕は基本的に許してはいけないと思うし、ちょっと謝って帰ってこれるような世界だったら e スポーツに未来なんてないです。これめちゃくちゃ有名な方もこれに近しいことを言ってて、例えばニルさん、過去にチートコンバーター代行とかした人は一生競技シーンには出れないから、特に今の若い子はそんなバカなことはしないように、あとそういう人間とも関わらないように、もし過去にそういうことをして競技シーンに復帰できるなら e スポーツは一生舐められる。マジでこれ
で、すごく大切なのがそういう人と関わらないってことも超大切です。僕は Apex がめちゃめちゃ好きなんで、どうしても Apex 界隈の話にはなってしまうんですけど、名前は出しませんが、とあるめちゃくちゃ強くて有名な方、実際ファイトも超強いし、もちろんプレデターだし、いろんなカスタムとかにも出られてる方なんですけど、その方自身は使ってないらしいですけど、その人と一緒にランクを回してた人はシムだったりとかジョイだったりとか、まあ要はコンバーターとか使ってたんですよ。僕はその方との接点っていうのはないんですけど、それを僕が個人的に認知していて、僕が関係するカスタムとかは基本的に出禁にしてます。そんな感じで知らないところでこういう評価を受けているっていうのも大いにあり得るわけです。だから友達は使ってるけど自分は使ってないみたいな身の守り方だと、まともな感覚を持っている人はこの人は関わっちゃダメな人だなっていう風になりますんで、自分が使わないのは当然として、自分の周りにもそういう人を置かないっていうことを意識した方が絶対にいいです。そして今回のプロプレイヤーの方もそうだったんですけど、過去にチート使用歴があって、かつチート販売をしている人たちが身近にいる、この条件が揃ってしまうと、本人がどれだけ本当のことを言っても信用してくれない層っていうのが絶対にいます。例えば今回の不正ハッキングの痕跡があって、自分以外の人がアカウントを使って形跡があったとしても、例えば VPN とかを使って海外からのアクセスをしている形跡を残しておくとか、いくらでもネットに方法が転がっているので、どうせ嘘だろって思われてしまうんですよ。大多数の人にどうせ嘘だろこいつって思われてしまったら、もう発言権なんてないですよ。自分がどれだけ本気で訴えかけても何の意味もなくなります。ほとんどの方には当てはまらないと思うんですけど、今使ってない人は今後もチートは絶対に使用しないということを心に決めてください。ぜひ毅然とした心構えを持って、もしお前もチート使ってみろよって誘ってくる人がいたら、きっぱりとノーと言えるように自分の意見をしっかりと確立してくれたら僕としてはすごく嬉しいです。ということで3つの話題になりましたが、一番最後にこの FPS という業界にめちゃくちゃ長いこといて、プロ経験もある方からご意見をいただきました。その方の言葉がめちゃくちゃ素晴らしかったので、最後に紹介をさせていただきます。本人からの希望で、どうか匿名でということだったので、全文だけ紹介します。例の彼の件ですが、実際当事者ではないので深くは言及しませんが、過去別ゲーでチートを使用し、新たに別ゲーで競技選手として出ようとしている件について僕の考えを書きます。結論から申し上げますと、過去どんなジャンルのゲームにおいてもチート、ここでは規約違反行為とします、をしたものは、以後どんなゲームの大会、公式非公式問わずの出場は禁止すべきというのが私の考えです。ゲームにはご存知の通り長い歴史があります。大げさかもしれませんが、日本で FPS がここまで盛り上がる形になったのは、様々な先代のストリーマーや選手、ゲーム会社やそれら開催に至る多くの方々が奮闘し築いてきた結果だと思っています。その歴史は FPS に限らず、どのジャンルの e スポーツにも存在すると思います。今回彼の行動自体許せないですし、チャンスなど与える必要性は皆無でしょう。またそういった業界歴史など何も知らない新参チームがチート歴のある選手を入れること自体もありえないと思います。今死に物狂いで努力をしてチャンスをつかもうとしている選手、より良いゲームを一生懸命作ろうとしている開発運営陣、ゲーム業界を盛り上げようと奮闘してきた配信者各位、この方々の努力を思った時、通常の健常な人間の思考を持っていればチーターに2度目のチャンスを与えることはしないと思います。僕はこの方の意見を見た時に、今のゲーム業界とか e スポーツの土台があるのって、これまでにめちゃくちゃ頑張ってきた人たちがいるからあるんだよなっていうのを改めて考えさせられました。我々一プレイヤーができることっていうのは少ないと思います。でも全員が e スポーツゲームの環境を健全にしようというふうに意識していれば、きっと環境ももっともっと良くなっていくし、 e スポーツという広い枠組みで見た時も競技性がもっと高まっていって、そこに評価が見出されるようになれば、例えば賞金だったりとかも増えていくし、プロゲーマーとして活躍できる人たちの受け皿っていうのがもっともっと増えるんじゃないかなって思います。 Apex だけではなく、今後の FPS e スポーツ界隈全体の環境がもっともっと良くなることを願ってこの動画を締めたいと思います。ということで今回も最後まで見てくれてどうもありがとうございました。まだしてくれてない方はぜひチャンネル登録高評価 X のフォローもよろしくお願いします。ここまでのお相手はノタンでした。それではまた。